はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。今回は This is the Police、79日目ですね、続きをプレイしていきたいと思います。まず新聞からですね、ルビノビッチカジノの経営者、変人はカジノに入れないとコメント。まあカジノに入るにはボディチェックとかね、荷物検査とかいろいろ細かいのありますからね。外国人がね、マカオとかシンガポールとか、まあ、ラスベガスとかのカジノに入るときにはまずパスポートのチェックとボディチェック、あと荷物もね、大きい荷物持ち込めないですからね。変人は入れない、まあ当然でしょう。フリエバーグ麻薬中毒者数 38% 増加、 38% でめちゃくちゃ増えてますね。フリーバーグの日を祝うコンサートがサッカースタジアムで開催と。これは78日目で暴動があったコンサートの、話ですかね。ではいつものメモですが、ルイは友を呼ぶ、わからないんですよね、このルイ友発言。さて、エイムスですが、この数ヶ月間1日に3回抗うつ剤を服用していたのですが、もう処方薬がなくなりました。まあうつなったらしょうがないよね。ディクソンは、出勤の支度をしている時に誤って洗面所の鏡を割ってしまったんです。鏡が割れると7年間不幸が続くと父がいつも口にしています。7時間経ったらいいのに、バカらしい迷信だと思うのですが、念のため休暇を取ってもいいですか。まあディクソンはね、辞められると困るんでいいでしょう。イケメンですからね。さあ今日も朝の7時からですね。フロリドとディクソンのコンビはね、絶対辞められたくないんで。でマフィアに関しては自動小銃の分の売却代、これで91,000ドルか、50万ドルまでまだまだですね。まあ、まずは10万ドル貯めて、その後、まあ、トントンと貯めていく感じになるのかな。給料がもうカスですからね、完全に。アパートハウスでの暴行事件。ロベルタ・リンは感情的に叫びながら警察へ通報。近隣住民がここ数日間にわたってパワードリルを使用しているというのだ。そんな断続的な騒音に我慢できなくなった夫のデリックは状況を調べに出かけていった。夫とその住民はすぐ喧嘩になり、リンの夫はパワードリルで攻撃されて腹部を負傷してしまった。デリックは何とか家に戻ってドアをロックしたが、住民は家に押し入ろうとして狂人のように叫んでいる。怯えたロベルタは泣きながら電話で訴えた。あの男は精神病院にいたことがあると噂があったけど、やっぱり本当だったんだわ。まあ、パワードリルで攻撃されている時点で相当なダメージを受けているはずなので、これはもう、エースフロリドを送りましょう。パワードリルっていうものがどういうものかちょっとわからないんですけど、まあそれなりのものだとは思うんですよね。ドリルってついてるぐらいなんで。それで腹をえぐられたわけですよ。かなりクレイジーなやつだな。で、深刻だって、まあそうだよね。じゃあ、ホックスマン、ドレイク。いやー、ドレイクは温存して、ホックスマンだけ送りましょう。で、器物はそのフリート通りですね。ある女性が学生たちが公衆電話ボックスに駆け込んで、受話器を引き抜いているのを目撃。誰が一番多く盗めるか競争しているみたいだったわ。受話器をバッグに入れるとそのまま走り去ったのということで、まあ、これはレイクッドにドレイクで十分でしょう。学生のいたずらですからね。さ、器物破損の方ですね。犯人逮捕しています、まあ、学生を捕まえたというところになるんでしょうね。で暴行事件の方ですが、こちらの方もフロリドスカンロンホックスマン3人派遣してます。パワードリルで腹をえぐられた事件の方ですね。で、今度はビーチで、喧嘩騒ぎですね。ある家族がビーチに出かけると数人のサーファーが海辺に集まって激しく口論をしていた。喧嘩が始まりそうだったと。これはね、多分ね、喧嘩をしているんじゃなくてただただ騒いでいるだけだと思います。
違ったか。まあ市民に被害が出なかったので良しとしましょう。銃撃戦が起きていると、2台の大型 SUV ドライバーが市内のど真ん中で揉めていると多数の目撃者から通報。武装した男たちは車から降りると撃ち合いを始めた。かなり危険な事件だな。そうなるとフロリドにバスティアン、さらにレイグッド、ホックスマンでも出しましょう。さらにスワットチームを出して、まあ、こんだけ派遣すれば銃撃戦も肩がつくでしょう。で、不審人物の方ですね。今度は2人の若い女性がクランプからの帰り道にクラブからの帰り道に気色悪い男が玄関先に立っているのを目撃、急いで逃げたわ。でも他の誰かが被害に遭うかもしれない。これクラブの帰り道って言ってもまだ17時52分ですよ。17時52分でクラブまだ開いてないと思うんだけどな。クラブっていわゆるクラブじゃないのかな。スポーツジムもクラブといえばクラブだし、いわゆるディスコ的なクラブに関して言うと17時52分はまだ開いてないですよね。おっと、さらに、必要か人がマリニアックにドレイク。もう一人じゃ出勤してくれない、出動してくれないんで二人とも送り込みましょう。早々に戻ってきてくれないとピンチだな。フリーバーグ小学校での発砲事件か。大丈夫か。誤報だったね。不審人物は誤報か。早く戻ってきてほしいね。フリーバーグ小学校の方の発砲事件の方に早く人を派遣してあげたい。で、自動小銃が手に入ったんでマフィアに売却依頼をしましょう。よし、ほぼ全員帰還しましたね。じゃあフリーバーグ小学校の方に行きましょう。体育館で行われた学校のダンスパーティーで、銃声が鳴り響いた。教師の一人が腹部に銃弾を受け床に倒れ込んだ。誰が撃ったか何が起こったかわけが分かりませんでしたと、現場を目撃した女子生徒は感情的に話した。どうだろう、スワットチーム戻しとくかな。78日目に比べて事件が多いですね。アパートハウスでの殺人事件、ケイン・アンダーソンという男性から通報。通りで年配の男性がタバコを吸っていると2人の若い男が近づいてタバコをくれないかと聞いてきた。年配男性が自分がタバコを吸わないと答えると喧嘩が勃発。年配の男性は何とか暴力をかわしたがナイフを取り出した若者に胸を刺されてしまった。犯人たちは近くの緑色のドアの向こうに消えていった。赤毛のホットドッグの販売員が男性を助けようとしたがすでに手遅れだったと。もう死んでるんだな。これはでも警官出動事案なんですね。刑事事件ではなく。フリーバーグ小学校の方は状況が深刻か。じゃあ2人ドレイクにホックスマンを出しましょう。新しい写真がちょっと見つからないのかな。そろそろしっかりやってった方がいいのかな、捜査の方ね。今ある写真からだけで。事件現場の周りに見物人が集まっている。白い服を着た赤毛の男がかがみ込んで何かをしていると。赤毛の男を逮捕するか、年配男性の遺体から見物人を遠ざけるか、加害者を見た者はいるかと問うか。まあ、加害者を見た者はいるか問いましょう、まずは。若い女性が駆け寄ってきて、加害者はすでに逃走したと話した。加害者の一人は彼女の隣人でアパートの207号室に住んでいるらしい。緑色のドアから家に入るか、錆びついた大きなドアから家に侵入するか、非常階段を登るか。緑色のドアの奥に消えたって書いてましたよね、言ってましたよね、裁縫の通報者が。じゃあドアに入りましょう、緑色のドアに。2階の壁には奇妙なシンボルが描かれていた。そのシンボルは205号室の壁周辺に集中している。205号室に侵入するか207号室に侵入するか、手を挙げて出てこいと叫ぶかですが、205号室に侵入しましょう。大丈夫だね。まあ、フロリドを出してますからね。フロリド一人で10人分の力があると言っても過言ではないですからね。1350。平均的な能力が150って考えると、今いる警官は全員150超えてるんで、まあ、非常に優秀なシフト A チームですね。
発砲事件の方も片がつきましたというところで、今日の勤務を終了していきましょう。はい、というわけで79日目お届けしました。いかがでしたでしょうか。次回は80日目プレイしていきたいと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。もしよろしかったらですね、このチャンネルの登録をよろしくお願いいたします。あとですね、ツイッターの方で動画の更新状況と、あと収録状況、まあ、その他雑多な内容にはなるんですが、情報の方を発信しておりますので、よかったらツイッターの方もフォローもよろしくお願いいたします。